読み人知らずで遊ぼう。遊んだよ。遊んだ。遊びました、うん、ただやっぱ前回も大失敗だったんで。そう、なんかインクも続々と生まれてたいましたよ、僕なんか僕、ね、いなかったんだ。僕前回なんでかいなかったんですけど、うん、はい、あ楽しみだなと思って見たらね、うん、生産体を蹴ったびっくりしました。そうね、全然ダメだと。でこれ読み人知らずっていう、うん、まあ、みんなで1文字ずつね書いて、はいはい、川柳を、うん、川柳を作ろうと、うん、イークを読もうというね、はい、ゴールドゲームなんですけど、ね、はいはい、1文字書いて回して1文字書いて回してって、うん、もうそれだけ、うん、ただやっぱ前回本当にねふざけるやつがいたのよ。いた、そう、何者かが、なんか誰かがハンドルを握って、お前だー怖っ、怖い話時間つかんで怖くないことは、え、え、え逆算すれば分かるんだから、順番だからね。そうそうそう、誤解だって。いや誤解じゃない、その誤解を今日話せばいいのね。なるほどね。ちゃんといい川柳をいい句を読みましょうよ。それはでも最初に言わないと。え、言ってるよ、間違いない。違うの、本気度が本気度が伝わってなくて、なんか適当にやればいいのかなみたいなダラダラした空気でしたから。ふざけてたんだじゃん、まあ、正直ね。あ、そうなんだ。今回はじゃあマジよ、メイクをメイクも、そうそうそう、おいお茶に乗りましょう。乗ろう、乗ろう、こういうこと。このぐらいの乗り物が一番上なの。一番上乗ろう、そういうことなんですね、うん、まあ、今回僕もいるしね。そう、と心強い。任せて、確かに本当にね、はい、もうこれ本当にただ1文字ずつ書いて回していくんだけど、もう本当に簡単なんで、ちっちゃい文字が入っててもそれ一、うん、文字とか数えます。シャンとかね、やゆよとかつく、はい、はい、というわけでやっていきますか。おっしゃ、はい、はい、じゃあ、うん、今回の、はい、句のテーマは、うんうん、別れ。悲しい。おお、深い、ね、別れか。そう、もうじゃあふざけちゃダメなんだ、もう本当に、もう今日はマジなんだ、グッとくるようなね、別の別れ企画を作りましょう。泣いちゃうかも、泣いちゃうかも。1文字変えたら時計回り、はいはい、あ、こっち、あ、こっちか、はい、はい、パラルツさん次じゃん、一文字、あ、いいじゃん、こんなもスイスイでしょ。もう、はいはい、ちょっともう誰か切ってるな。いやいや、早すぎて、ハンドルを早すぎな、ちょっと、いや、どうとでもなるでしょ、まだまだね、まだまだまだちょっとまだいける、まだいける。あ、切ってるな、切ってるな、切ってる、切るのやめてよ、切り始めたやつがいいですね。そういうゲームじゃないから、早いって、1回目からこれは早い、方向が違うんだって。いやー、すごい。なるほど、まあ、自分の句も今ちょっとどうなってるかわかんないから、ね、うんうん、生まれましたね。はい、じゃあ、はい、全員できましたね。できました、はい、はい、メイクが生まれてるわけですね、うん、まあ、最終の仕上がりはまだ自分もわからないんで、うん、いや楽しい。じゃあ順番に読んでいきますか、はい、うん、誰からいきますか。自信がある人、自信はわからない。じゃあこっちからいこうか、原宿さん。なるほどね、はいはい、別れ、うん、読みます、うん、頼むよ。エンジンがバルバルバルとナルトクジュ。あ、意味が意味分かりそうな気もするけど、ナルトクジュ、トクジュのトとジュがカタカナ。こんな言葉ないよ、トクジュが。ちょっとトクジュって何、トクジュ、需要が高い、需要が高いってこと、トクジュ、あれじゃないですか、高度経済成長期に日本は活気があったけど、はいはい、もうそんなことってないかもねっていう、うん、なるほどね、そういう別れ、それを特需と経済川柳だったらなんか評価されるのかな、ね、あの時代ねっていう、はい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 、すごいボキャブラリーが特殊なのがすごいね。これでもまあまあそう言われてみたらまあ成立はしてるから、途中まで良かったけどな、エンジンは、うん、なるほど、まあ、じゃあ まずまだ前よりいいから、ま、いい形にはなってる、良くなってる、良くなってる、じゃあ次アルバ君行こうか、はい、さっき良かったんでね、うんうん、どんどん行きましょう、どんどん行こう、はい、初挑戦だからね、アロー君。なるほど、はい、叫びます、うん、タンゲリンピピウッポンゲ。あ、初めてだからね、すみません、初めてだから、そ、初めてならしょうがないわ、なんて叫んだの、タンゲリンピピウッポンゲ。いいね、気持ちいい、関係気持ちいい、まあ、確かにそれ叫んでるやつとは別れかもしれない、別れですね、ハンゲリンピピウッポンゲーって言ってたな。
じゃあ続いて、はい、僕永田が読ませていただきます、うんうんはい、金タイツドンペン君や死になかれ金タイツすごいなんか最後だけ聞くともう戦時中だから命令が上からの赤髪がドンペン君に来た死になかれ金タイツ金タイツ赤髪じゃなくて金タイツが来たんですよ。だからドンペン君が戦争へ行っちゃったから、うんうんうん、妻である私は金タイツを着て定宿を守ります。なるほど。ドンペン君の妻、ドンペン君の妻、ドンペン君の妻がヌーブラヤッホーみたいな感じしてる待ってるのすごいやん戦争に赴くドンペン君を見送るやつあー金タイツで金タイツすごい幸せの金タイツ。私、おばあさんの別れ頼むよあー、いやもうおい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 ないんだろうね感動しちゃってんじゃん感動してもう無声ね無声ビーファ小説家先生だから、うん、確かに言葉のね、プロだから。ではいきますうんさよよんへいつも嬉しい騎馬戦やね、これさよよんってさよよんさよよんはえ、さよこのあだ名でしょ。さよよん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 へって言ってね、手紙を書いて、ね、いつも一緒に騎馬戦して遊んだよね。もっと必要じゃない二人じゃないするかなっていうことでいいな。まあまあ、まあね、なんかでもみずみずしい感性を感じますね。この矢のね、使い方もちょっと違うけど、それも含めていやまあいい、確かにノスタルジーもあるもん。よかってさ、肯定していかないとね、やっぱみんなそうそうそう採用しちゃダメよ。そうそうそう、結局俳句なんて全部そうなんだ。そうそう、結局後でね飲んでるやつも意味分かってないから怒られます最後はいはいはい、うんうん、ありがとう。おお、佐久間ドイツだぶっこ抜け桃鉄の桃鉄の話だから佐久間明がいてボンビつけて、うん、だから佐久間明と本当にプレイできたんでしょうね、うん、この人。佐久間ドインに向かおうとしてたもんね。ああギャンコ放送局佐久間ドロップじゃないね、思った。あ、サクマドロップでしょ。ありがとう、サクマドロップ。意を入れたやつが、あ、そうよ。ドインだよ、だから。ドインに。絶対原宿さんだ。サクマドロップちょっとね、いいアイテムだもんね。そう、結構あのね、あのね、ホタルの墓とか。そうそう、ちょっと感動を思い起こさせる。ここに行こうとしてたのか。誰じゃあ、サクマって聞いたら、サクマアキラしか出てこなかったやつがいるんだもんね。後々これね動画見てる人はリプレイしていたら誰が確かにね誰がジャンプ放送局計算でできるね。結果的には分かる。10代の人も見てるのそう ね、 ねコメント欄で見るともう糾弾してください、ね、佐久間ドイツだになるから本当にね。じゃあそれですね、はい、まあ、リークは生まれたということで、うん、次いいじゃんどんどんいいじゃん、うん、続いては、はい、食欲の秋ということで、あら食べ物の句。なるほど、これはいいよ。読みましょう。これ本当にちょっと生活にさ根付いたよく本当に多いお茶に乗ってるような、いやあるよあるよ、共感できちゃう、あるよ、いいのできたら送りましょう。とりあえず食べ物作ればそうそうなんとかなるんじゃないかな。あ、いい、あ、いいよ、あ、いいよ、うんうん、どんどんよくない、どんどんいい、どんどんいい、全然いい。今回はなんかハンドルとかじゃなくて道が悪い気がする、うん、なんか、ね、みもうもやがかかってるからずっとホールド。ああもう従うしかない。ダメだ、手が意思に従うしか、うん、食に関する句ね、はい、まあ簡単よ、ね、はい、いけるでしょう。じゃあ、読みます、うん、つぼはわせ、うん、タメ口聞くな、うん、金玉まで、ちっちゃいツーで終わった金玉キャンプだね。高木でちょっとヤンキーみたいなツーめちゃくちゃメンチ切られたんだね、急にメンチ、これはちょっといい金玉ヤンキー金玉戦だ、金玉戦ヤンキー金玉戦流募集してるとこないからないよ。次、それだ。ほんと意思じゃないですよね、うん、こういうのって、うん、え、どうしたの。頼むよ。ではずんだげそ、うん、プランプランプ、たくめっそ何言ってるの
ってんの。ずんだげそがあの料理の名前でしょう、多分。ずんだ餅のあのずんだが、うん、あのイカにまぶしてる。まぶしてる。まぶそう。めちゃくちゃまぶ。ああ、でもそれを、ね、食べるとプランプランプランプ。たこめ。何言う感想が。これめっちゃすごい方言みたいじゃない。あー、ふんだげそ、プランプランプタクメソ。あー、確かに、確かに。いい、ね、ありゃタクメソ。あー、あー、いい、たくましく育つのみたいな。あー、いいね、方言なのかもね。母ちゃんに食わしたらもうタクメソ。いや、タクメってしかない。やらしいこと。今夜はもうプランプランプってなんかちょっとアーティスト名みたいな、うん、オレンジレンジ、オレンジプランプランプ、五感が良くていいですね。確かにね、ちょっといいかも、割と味わい深い、ね、うん、続いて、はい、私永田が読ませていただきます。ミントすら、うん、鏡合わせでただニコに。え、ミントすら鏡合わせでただニコに。すごい。だミントから、うん、ミントすら、ね、ミントすら、うん、鏡にこう映すと、うん、ミントすらニコに。そりゃそうな。何でもせん。さすがにミントは、ミントは映らんだろうと思って、やってみたら、ニコになる。当たり前だ。っていう食べ物。鏡を知らん。食べ物拳銃じゃない。バカの大発見拳銃。バカ鏡を知る拳銃じゃん。バカ鏡拳銃。ちゃんと食べ物は出てます、ね、出てます、確かに出てる、今までと違うもん。でも2個出てるもんね。2個、1個ですよ。1個が2個に強化がある。そうそう、物の数なんかちょっとそういうのもあるじゃん。なんか貧しいからさ、なんか工夫でそうなんか増やすとか美味しくするみたいな。半分のケーキをね、鏡合わせで1個にしようとしたら、はいはいはい、ミントまで、飾りのミントまで2つになっちゃって、あ、これもなんか逆に寂しいなみたいな。それは違う、うん。ね、悲しい、すごいわ、なんかそういうことあるね。ちゃんとした句が、そろそろね、ちゃんとしたの置いといて、うんうん、いきますね、いきます、はい、頼むよ。パンと米、おお、いいね。クソ虫野郎死にてえか。なんでなんで、いいじゃん、1個目は。1個目よかったね。なんでこんな的になっちゃってパンと米があって、あ、クソ虫野郎死にてえか。どういうこと、どうしたの。僕と取り憑かれた、取り憑かれた悪霊。よかったのに。パンと米をなんかどっちが選ぶみたいな、どっちがいいって言って、ね、いや、いいよ話よ、ね、朝ごはんパンと米どっちがいい、クソ虫野郎死にてえか。何があったの、二人の間。怖いホテル、怖いホテルです。クソ無までじゃ無理だ。クソは、そうを入れたやつが悪い。クソってもうダメだから。クソはダメなの。では私、うん、食べ物川柳、うん、いきますよ。銀歯取れ、おお、狂ったババよやめときにゃ。猫っ子がやっぱり狂うのはやめときにゃ、やめときにゃ。でも銀歯とかはちょっとなんかさ、あいいけどね、食べ物であるキャラメルとか ね、 とかね、途中からこっちにハンドル切られるともうさ、そう、ね、この道しかもう行けなくなっちゃう、ね、髪の毛うまくいったからといってなんか引き抜くやつが多すぎるわ。そうちゃんとしよう、ね、カーブがあるからここちゃんと気を確かに持って、うん、そうだね、行かないちゃんとハンドル握って、一個はもうマジのメイク生み出さないと、そう、恥ずかしいよ、ね、本当そう、本当に俺たち、うん、次ラストチャンス、ラストチャンス、最後、うん、最後はお金、オッケー、お金ね、お金にまつわる、なるほど、これはいいんじゃない、まあいろいろやっぱ幅は広いと思う、うんうん、まあ、とにかくも気を確かに、そうそう、うん、狂わず行こう、マジで。そうだね、本当に結局はチームプレイですから、うん、そう、そういうこと、相手がどうつなげたかったかを組みつつその上を行くという ね、 うね、頑張れ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 今だ、頑張りだ、ここよ。何これ頑張れってえ頑張れっつってんじゃん。あー、1個ぐらいなんかなってないかな、俺の見てない間に。よし、最後よ、誰から行く、大事よ、頑張ったよね、みんなで、みんな頑張った、だいぶ
俺は頑張ったよ。俺は戦いよ。頑張った、頑張った。勝機を保ってた。誰かいたぞ、やっぱ。いた？切ってきてたやついたぞ、誰か。あのね、フラットはしたその、何かに揺さぶられる瞬間はあったよ、完全に。強風は吹いた。強風は吹いた。でもね、頑張って歩いてたと思う。じゃあ、アレシさんから行く。はい、じゃあ、お金の川柳。うん。ご飯すら、もう、馬のためには、ヌーブラチョ。だから最後まで油断するなって言ったじゃん。最後ここヌーブラにしたら無理だろこれは。このチョっていうのはちょうだいちょうだい。ご飯すら馬のためにはヌーブラチョ。じゃあお金の請求ということで。うん、孫に負け、すべ、うん、てがおげげ、おわっしょい。わっしょい、うん、どういうこと、孫になんか賭けで負けて、うん、もうあのふんどし一丁に巡るに剥がされた。おげげ状態。おげげ状態。実の孫に、そう、実の孫に知られて、知られて、ふんどし一丁でわっしょい。もうお祭りをするしかないと。もうどん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 、もうこれはわっしょいだわ。続いて私、はい、読ませていただきます。来、はい、てる来てる。村人の読めない言葉、うん、おもろいね。え？お金は？なんてこと言えんだよ。おい、なんてこと言ってんの。それが読んだわけだ。ダメだよ。読まされたんだって。ダメだよ。ちょ、もう一回聞き間違いかもしれないから。村人の、うん、読めない言葉、おもろいね。おもろくないね。何それ。ダメだよそれ。お金がないとやっぱり十分な教育がダメでしょ。一番不謹慎な笑ってこられての会社。面白がってちゃダメだ。ダメだよ。俺が面白がったわけじゃない。確かに書いてあるのを読んだだけだから謝ってください。うん、誰が謝ればいいのこれ。全員一文字ずつ書いてるんでしょ。そうそうそう、おもろいね。この5人で書いた。確かに絶対そうだよ。申し訳ありませんでした。すいません。おの人は責任ない。おの人はないよ。うん、もいいな。もうはもうまだない。もうもまだない。ロはもうロはダメだ。ロはダメだ。これがロを書いたやつ。プレイで犯人探ししてください。お願いします。もうこんなの読まされてたらね、もう止まったもんじゃないですか。チャンネル。そう、なんか経済格差から来るそういう問題を放置してちゃいけないっていう、なんかそっち側のね、そっち側のか、そういうことですよ。そうか、その醜さを見せることによってなるほどダメだぞと。ちゃんとお金の川柳を来たけーいただきます。素晴らしい。お願いします。引くね。昨今の日本の状況からだよね。お貯金額、おいいね。引く引く引くポーツマス。おい面白い。猫ひろし、猫ひろしがポーツマス、ポーツマス、引く引く引くポーツマス。低すぎた時にギャグが出ちゃったんで自分で。面白いね。これすげえ面白いな。通帳見たら猫ひろしだね。これみんなも言ってください。なんかお金がない時とか、お金今日貯金引く引く引くポーツマス。ああ確かに。これちょっと思っちゃうかもね。通帳記帳してさ、まあ210何円とか言ってた。貯金額引く引く引くポーツマス。思っちゃう。出しちゃうこれね。このギャグすごいな。よく見ると他にもギャグっぽいやついますね。なんか、うん、ヌーブラワッショイ、ワッショイね。ヌーブラ、すべてがおげげワッショイ。おげげワッショイ。これは馬のためにはヌーブラ。いい休憩がいい。すごい、いいギャグ川柳。ギャグ川柳。ああそうだったんだ。どうしろ流れはいいですからね。みんな変わらないですから。妙に頭には残る、ね。うん、お金の川柳でございます。うん、持ち帰って、うん、みんな見てみそ。ヤクザミ T。 何つった。ヤクザミまではひらがなんで、ヤクザミ T はもうアルファベットの T の T。 T シャツなのかな。どういうこと。みんな見てみそ。
なんかちょっとダサいやん。ダサいよな。なんかチョとかさ、古い味噌とか、そういうことやってくるやつ、ゴビで遊ぶやついるな。ヤクザミティ。ヤクザミティってなんだろう。ヤクザではないのかな。感謝と付き合いがあってしまった時に言う言葉か。ヤクザミある。ヤクザ。ヤクザミティミキティみたいに。そんなチョキっていい画面じゃない。ミキティが反射と付き合いがあったヤクザミティ長寿が言う長寿すごいなそれ自分の妻が反射とすごいすごいじゃん、ね、誠にヤクザミティしかないよすげえは言うかもなんか全体的にも行き詰まった時の曲でしたね確かにあんまり景気がいい感じはないですね。そうね、まあ、悪い方でしたねちょっとねまあこれが今僕らのね実力かそうですね、はいうん、これでもまた、うん、第3回やりたいリベンジしてどうしても、ね、どうしても出したい、うん、完璧な句を出したい今度さ一人プロ入れたらどうああ、うまい人。ああ、なるほどね、うん。そうそうそう。そしたらなんかこう一文字でさ、窮地を出すの。ああ、いやいや、無理だって。こんなことできます？ひくひくひくポーツマーまで来たら最後スコアしかない。ジェルソイトはプロだ。プロシュート書くだけで。綺麗な。いいスを書くだけで。というわけで皆さんもぜひね、遊んでみてください。このゲームでね。というわけでありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。高評価もしてちょ何がある何がある障子の向こうに何がある何がある何がある障子の向こうに何がある おもころチャンネル次回もお楽しみに